初めて常念さんのご両親が自衛隊出身であることを知りました。素晴らしいです。ありがとうございます。自衛隊の皆さんにはね、私いつもね、はい、心から感謝してるんです。そうですね、もう自衛隊の皆さんが頑張ってくださってるから今の日本は持ってると。そうですね、本気で思ってます。ありがとうございます。お父様とお母様にありがとうございます。どうぞよろしくお伝えください。いえいえいえ、ありがとうございます。はい、すみません、はい、ちょっとタイトルコールしていいですか。どうぞ。はい、常念司チャンネルニュースの虎川ガオー。はい、ということで言論テレビ終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞大変なですね。今夜の言論テレビはもう常念さんの一人舞台で、ありがとうございます。朝日新聞の未来を予測してもらいました。そうですね、あの貧しい毎日新聞と同じようになるとなるでしょうね。本当、ね、ごく一部の左翼の人しか読まなくなる、読まなくなっちゃうと思いますね、このままだとね。かわいそうですけれども、これはでも自業自得でございますよね。自業自得ですね、はい。まあ、これからだから経営改革しても間に合わないと思うんで、うん、私がコンサルトになったとだったら、はい、もうこの事業はやめなさいって言うでしょうね。それはすごくいいことだと思います。いいことですか。日本だけでなくて世界のためにもすごくいいと思います。はい、とりわけ今はね、はい、本当にね、その全体主義とか共産主義とか社会主義と私たち自由陣営の戦いになってますから ね、はい、そうですね。向こう側に味方するようなメディアはね、はいはい、私は本当に日本にはいらないと思います。まあ、中国に行ってもらえばいいんですよね。あ、そうです ね、 ね、あのチャイナにでも買ってもらったらいいんじゃないかな。 そ、 うだ、でもそしたら日本でデマ情報いっぱい流されて困っちゃう。でもね、私ね、今年の9月にね、はい、奴らは仕掛けてくると思ってるんです。え、何を仕掛けてきます？ハイブリッド戦争です。中国が日本に対してハイブリッド戦争これね、ロシアがウクライナとかグルジアに仕掛けて完全に取っちゃったんですよ。そうなんですよ。でもね、私たちが気がつかないうちにグルジアの人もクリミアの人もね、はい、携帯電話つながらなくなった。そうです。ラジオが聞けない、テレビもつかない、はいはい、電話もつながらない、うん、おかしいなと思ってたら、はい、周りになんか見知らぬそうリトルグリーン面が現れるんですよ。そうなんですよ。はい、そういうふうにならないようにどうしたらいいですか。いや、最近のね、うん、ハイブリッド戦争のね、はい、トレンドを知ることがまず大事です、はい、敵を知り己を知れば百戦あやからず、はい、でさっきね、桜井先生が言われた、うん、2014年の最新のハイブリッド戦争なんですよ、はい、リトルグリーン面が現れててね、はいはいはい、最近はね、リトルグリーン面現れないんです。現れない、いないの、見えないの。なるほど。見えないのに来るんです。サイバーで来る。サイバーだけじゃないです。もっとすごいのがあって、例えばね、ドイツなんかの極右政党あるでしょ、うん、はいはい、これの中にロシアのスパイいるんですよ。ロシアのスパイがドイツの極右政党ですよ。あ、日本にも中国から浸透してる人いっぱいいるでしょ。あの緑の党とか左翼にいるならなんとなく分かるんですけど、あの AFD の中にいるんです、なるほどね。でそれがね、ウクライナに行って破壊活動をやる、ウクライナっていうかポーランドに行って、ウクライナで破壊活動をやる工作員をスカウトしたりするんですよ、すごいでしょ。でそのスカウトされたウクライナのやつも、ウクライナの国粋主義組織のメンバーで、でもなぜか親ロ派なんですよ、だから、ね、日本もね、意外なところに中国に、はい、まあ、浸透されている人たちがいるということを覚えておかなきゃいけないですね。皆さん、ね、本当にしっかりと自分自身を保つようにいたしましょう、はい、そうです。そのためには、はい、まずこの本読みましょう。これです。宗教これです。花田さんのところで、はい、習近平 VS 桜井よし子というので、はい、花田セレクションで出たばっかりです、はい、そしてね、もう一つ、ね、もう一つ、これもいいですね。やっぱりこっちか、これですね。これですね。ほら、中国の暴虐というので、はい、私と楊海英さんとヤン・イーさんの3人で、はい、なるほど、もうこの被害者お二人なんで説得力ありますね。ぜひぜひお願いします、はい、そして常念さんのお話もね、そうです、私も立ちました。9月に緊急出版を実は控えておりまして、うん、はい、ビジネス社からですね、ハイブリッド戦争に関する本の緊急出版をやりたいと思って、はい、じゃあその時はまた言論テレビにおいでください。ありがとうございます。ぜひご参加いただきます。皆さん、言論テレビいつも見てくださってありがとうございます。常念さんもありがとう、ありがとうございます。金曜日夜9時からは言論テレビ絶対見てね。はい、よろしくお願いします。じゃあガオー。ガオー。ありがとう。